女性の笑い声が聞こえてきて、これ幽霊だと思って。田中さんは心霊 YouTube を 見るのが大好きになったっていうのはそのつながりですか？それで寝られないって言ってる。突然自分の人生がガラッと変わった事件、出来事は何でしょうかという質問です。聞いていいんでしょうかね。心霊体験、鈴鹿さんどうされましたか？なんか喋っていいのかな。いや、その怖いあれじゃないんです。くだらなすぎてちょっとなんか、なんかこう去年の、まあ、春先5月6月くらいにこう自宅でこうシャワーを浴びてたら、こうそのお風呂場の扉のすぐ外から女性の笑い声が聞こえてきて、ふわってなって、あ、これ幽霊だと思って、それが人生初の心霊体験だったんですけど、こう霊感のある友達に喋ったら、そう、生き霊ついてるよって言われて、僕でも声は女性の声しか聞こえなかったんですけど、小さい男の子もついてたらしくて、こうよく僕が聞こえてたこう走る音が家で聞こえてたんですけど、それは男の子が走ってる音だったらしくて、でもあのちゃんとお祓いしてもらって聞こえなくなったんですけど、でもこう大人になってから心霊体験をするようになると一生続くらしくて、だから僕はこれからの人生心霊体験をできる体として生きていくことになってます。でもさ、それをさ、旗から聞いてるとさ、はい、上の階の人とかドッタドッタとかたまにしますよね。子供のね、足音が聞こえるという、うち子供が走ってますからまさに聞こえます。菅野さんの下の階の人の気持ちというか、そうですね、そう、女性の笑い声とかもう聞こえるかもしれない。隣の部屋もなかったし、あの 1K なんで、お子さん多分いらっしゃらないようなマンションで、じゃあ本当に頑張ってね、そのつながりで。田中さんは心霊 YouTube を 見るのが大好きになったっていうのはそのつながりですか？あら、教えてください、心霊 YouTube。 いや、ちょっとそれどうでもいい。あの、子供たちを寝かしつけた後、唯一の楽しみは心霊系 YouTube を、あの、夜中一人で見ながら震えてるっていうのが、お酒飲みながら。それ寝られないって言って自業自得じゃないですか、寝られない、はい、なんか、あの、合間でね、あの、鈴鹿くんと田中さんがこうちょこんとお二人で座ってる時間が増えてきたんですよ。だからこう役作りもね、こう進んでこう会話が増えてきたのかなと思ったら、おすすめの心霊 YouTube を鈴鹿さんに。いや、僕多分授かりに行ってますね、幽霊を、ね、そんな共通の趣味がおありなんですね、はい